皆様こんにちは、中川です。いつも中川隆一郎チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。そしてチャンネル登録、コメント欄へのコメント、グッドボタン、本当にありがとうございます。中川隆一郎、これからも頑張ってまいりますので、ぜひ変わらずご支援応援のほどよろしくお願いいたします。ということで動画の方を早速移ってまいりましょう。今私は広島県広島市南区 JR 広島駅前新幹線口に来ております。本日はここ広島駅前周辺をお散歩しながら実況解説していきますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。ということでこちらですね、こちらは新幹線口になっております。この新幹線口ですね、南北の、こちらの南口から南北自由通路を通ってですね、来ることができます。大変ですね、この通路があることで利便性が高い、駅前となっております。で、この新幹線口方面を見渡していくとこんな感じになっておりますね。こちらはホテルがありますね、後ほど紹介いたします。ホテルがあって、こちらはマンション等の複合施設ですね。そして最近ですね、建った大型の複合テレビ局も含めた商業施設、ホテルもあります。そしてこちらもホテルですね。まずちょっと位置関係からご説明していきたいと思います。こちらに案内標識がございますね。現在地が、こちらですね、広島駅の新幹線口ということで、南口がいわゆるこうメインの出口になっております。そしてこちらには今 JR 西日本によって JR 広島駅の建設が行われております。ということで灰色の工事中という文字が書かれております。こちらも後ほど紹介いたします。ホテルグランビア広島ですね。こちらも大型のホテルですね。さすが国際都市、観光都市広島ということで、新幹線口の左右にはですね、大きなホテルがどんどんと建設をされております。こちらも大きなホテルでございます。こちらはなんとあの有名、世界的有名な、シェラトンホテルが、入っております。さすがといったところでしょうか。さあ、このペデストランデッキ少し進んでみましょう。やっぱりペデストリアン駅が整備されていると回遊性が上がってですね、利便性も高くなって、かなりですね、駅前としての風格が出ますよね。いい都市整備の仕方だと個人的には思っております。まあ、仙台駅よりは劣りますが、まあ、行ったことないんですけども、まあ、博多駅よりも全然いい感じではありますよね。博多駅はこういった筑紫口方面にはペデストリアン駅整備されておりませんので、今後が期待ではありますね。で、こんな感じでですね、広島駅前には航空法の行動制限等ありませんので、超高層マンション等も建設されております。すごいですね、超高層マンションがあって、超高層ホテルがあって、なんとも羨ましい駅前となっております。これで新幹線口ですからね、すごいですよね。メインの南口とは違いますからね。そしてサンフレッチェフットサルコートなんかも整備されております。これはなんか面白いですね。サンフレッチェは J リーグのサッカースポーツなんですかね、ちょっとよくその辺わからないんですけども、 J リーグでしょう。これは多分暫定的で、いずれなんか再開発かなんか行われるんですかね。で、目の前がおそらく多分 JR 西日本の施設のような建物ですね。こちらももしかしたら再開発される可能性もありますね。
でこちらの、3棟並んでおります新しいビルですね、こちらに関しては、奥がですね大和、ロイネットホテル大和ハウスのホテルですね。そして広島テレビがあって、エネコムという会社のビルがあります。こちらの3棟に関しては、ちょっと前の再開発で、新しく建ったところですね。このホテルが高さ90メーター前後で、この広島 TV とエネコムはいずれも14階建てですかね。ちょっと階数は忘れましたけど60メーター前後の高さとなっております。そしてこう大通りですね。で少し離れたところから見る、新幹線口でございます。しっかり整備されてますね。やっぱり JR 西日本の駅といった感じですね。多くの観光バスが、発着している駅前ロータリーとなっております。そしてこちらにはしっかり駐車場等も整備されております。すごいですね駅前の光景が。まあ、僕個人的に思うところが広島は若干ですね北九州市の小倉北区小倉駅前とですね似てるかなと思ったんですけども、まあ、似て非なるものということでやっぱりですね都市規模等はですね広島市の方が圧倒的に大きい感じが見受けられますね。ということでメインの南口に行ってみたいと思います。メインの南口もすごくですね大きな再開発がもちろんあの JR 広島駅ビルとともに行われておりますのでちょっとワクワクしちゃいますね。まあ、今日はですね平日ということもあってですねそこまでですね観光の方が少ない印象ではあるんですけども、昨日はですね日曜日だったんですけども観光客相当多かったです。しかも国内の観光客よりかはやっぱり欧米系の観光客が多かったですね。というのも先日ですね、G7 がこの広島の地で行われたということもあってそこの影響も、結構あるんじゃないかなと思います。本当に国際都市広島っていう感じがありましたね。これだけこう欧米人がたくさん来るってすごいことですよね。僕もちろん福岡に住んでるんですけども福岡大体韓国人であったり台湾人であったり中国人の方がほとんど占めますので観光客としてですね結構驚きを隠せなかったですね。これだけ来るのかということで、でこちらが、JR 広島駅の、構内になっております。こちらは、新幹線乗り場でございますね。多くの新幹線が、この広島駅を発着しております。この、写真この動画を見る限りやっぱり、外国人の方が多いですね。平日でも外国人の方が非常に多い駅となっております。おそらく東京のついでとかですね大阪のついでとかそんな感じで広島に立ち寄る方が多いのかなという印象でございます。今時刻は13時54分ですね。降りる方のほとんどが、外国人の方でございます。在来線乗り場にも少し行ってみましょうかね。さあ広島駅構内はどんな感じでしょうか。比較的新しいのでしょうか。非常にこう都会的な感じがしますね。洗練されております。非常に
これからもっともっとですね、栄えて洗練される、まあ、駅前ということで、南口の様子が非常に楽しみですね。もうちらっとですね、タワークレーンの、黄色いものが見えますね。顔面左見えておりますでしょうか。興奮を隠せない中川でございます。その前に JR 線の在来乗り場も確認していきます。こちらが在来線になっております。在来線の改札口ですね。まあどうでしょう、博多と比べるとまあ少しこう賑わいがないかなという感じですかね、平日にしてはということで。ただまあ JR 西日本の管轄ということもあって都会的ではある感じがしますね。全体を見渡していきたいと思います。外国人が多いですね。さあ早速、南口に行ってみたいと思います。この南口に行くのにですね、ここは一応2階ということになるので1階まで降りたいと思います。このエスカレーターに乗って2階まで行くわけなんですね。防音ネットがかかっております。至る所で工事をしております。まさに発展途上の広島駅前でございます。南口マツダスタジアム、路面電車、仮設タクシー乗り場、路線バス等ありますね。こちらですね、行ってみましょう。この人の流れに乗って行くのが正解ですね。ただほとんどが欧米からの観光客ということで、昨日も多かったんですけども今日も全然多いですね。皆さんおそらく平和記念公園、原爆ドーム等に行かれる方がほとんどなんでしょうけど、まあ、ぜひですね平和を願ってですね手を合わせていただきたいと思います。すごいですね、本当に至る所で工事が行われております。こっちでいいのかな、路面電車。さあ早速、路面電車が飛び込んでまいりました。これは旧式の車両になりますね。旧式の車両の路面電車になります。まるでこう戦前から走ってるような感じの車両ですね。広島港、これは宇品と読むのでしょうか、宇品行きの路面電車となっております。なんか趣があっていいですね。やっぱりこのなんというかペイントの色がいいですね。深緑とこれは肌色でしょうか。こちらにも同じ車両がありますね。こちらはですね、神谷町と読むのでしょう、神谷町原爆ドーム前に行く車両でございます。エヴァですね、エヴァってなんか聞いたことありますね。この2つの車両も写しておきます。すごく趣があっていいですね。駅前はすごく都会的なのに路面電車はこんな感じで、あ、古風な感じがします。お、見てください、最新車両が入ってまいりました。これかっこいいですよね。これはかっこいいですよ。真正面から見ていきましょうかね。
どうでしょう。お、古いやつが出発しました。おー、新と旧の融合ですね。いや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 、なんと趣がある味わい深い映像が撮れましたね。そして多くの、欧米からの観光客。やっぱり国際都市広島すごいな、感極まる思いでございます。すいません、話はそれましたが、こちらの看板ご覧ください。時代を超え時代へ継ぐということで、広島駅南口広場再整備と駅ビル建て替え工事が現在行われております。2025年春広島駅は生まれ変わりますということで、あと2年で広島駅はこんな感じで生まれ変わります。この駅舎どうでしょう。駅ビルめちゃくちゃかっこよくないですか。まあ、印象としては博多駅があって上に高いホテルがドンとある感じですね。ここですね。それに先ほどのですね、路面電車がどてっぱらに突っ込んでいく感じですね。一応この路面電車も高架してますね。いや、すごくかっこいいです。まるでですね、北九州市小倉駅のですね、モノレールもですね、駅ビルの土手っ腹に突っ込んでいくような感じなんですけども、それのこう路面電車バージョンといったところでしょうか。もしかしたらこう、小倉駅を参考にしている可能性も高いですね。さあ、また電車が入信してきました。ガタンゴトンと音を立てて電車が入信していきました。こちらは3両編成の車両になっております。いいですね。これがですね、電車のどてっぱらに突っ込んでいくわけなんですね。これから2年後にはこちらの新しい車両が出発いたしました。欧米からの観光客の方もですね、写真を撮っております。そしてこれが、建設工事中の JR 広島駅ビルでございます。鉄骨が積み上げられてますね。すごいこの映像。ホテル棟には、に関してはもう上等してますね。外壁が今、設置されております。こんな感じのホテルになります。鉄骨が、無事に、積み上げられております。結構積み上げられている印象なんですけども、これでもあと2年工期がかかるということで、完成が非常に楽しみでございます。路面電車のご案内ということで、ちゃんと路面電車のですね、路線図も掲載されております。宮島口に向けて発車する路面電車でございます。チンチンというのでしょうか。チンチンとは言わないんですね。すごくこう新鮮な気分ですね。やっぱり知らない都市に来るというのは非常に気持ちも心も踊ってしまいます。そして、こちらに行ってみましょう。
すごいですよ、こちらは。商業、複合、超高層、タワーマンションでございます。ドーンと上に行ってみましょう。すごい高いですね。こちらは52階建て、高さがなんと197メーターの超高層ビルでございます。下層階がビッグカメラということで、まあ、商業フロアなので階高が5メーターぐらい取っていると思います。その影響でですね、52階建てでも197メーターという超高層を実現しております。国宝の行動制限がない都市はこのように超高層ビルを建設することができます。そして、こちらも、商業施設がございます。エキシティ広島、こちらに関してもですね、エディオンが入ってたりですね、エディオンは、広島のお膝元企業ですね。エディオンが入っていたり、スタバであったりツタヤが入っておりますね。1階には、カフェが入っております。広島駅前ほんとすごいですね。どこもかしかも、大工事が行われております。そしてこの古風な路面電車、あちら側にもタワーマンションが見えましたので少し行ってみたいと思います。さあ青になりました、行ってみましょう。路面電車が結構なスピードで迫ってきてますね。案が早いですね。さあこちら側にはですね、新幹線口方面から見たときにまた大きなタワーマンションがあったんですけども、どこら辺なんでしょうか。確か方角的にこちらの位置だったと記憶してるんですけども、どこにありますかね。あれ全然ちょっと見渡りませんね。見当たりませんね。どこにあるんでしょうか。あれないな。ないな。完全に東大元暮らしでございます。ありましたよ。こちらでございます。さあ、上に上げてみたいと思います。ドーン！超高層タワーマンションでございます。すごいですね。こちらは46階建て、高さがなんと166メーターのマンションでございます。福岡のアイランドシーの九州一高いタワーマンションよりも約4メーター高いタワーマンションですね。すごい。まあ、航空法の行動制限がないとこれだけ高いタワーマンションを建てることができます。まあ、福岡の話にはなってしまうんですけども、福岡であればですね、もしかしたらですね、200メーター前後のですね、超高層タワーマンションではなく超高層タワービルがですね、建設される可能性もあったかとは思います。名古屋と同じぐらいのですね、都市規模ということで。
そして、これからは南口駅正面右側についてお伝えしていきたいと思います。もう画面左にですね、これは ALL ですかね、百貨店が見えてきております。そして、画面右にはですね JP 広島ビルが見えてきております。こちらも非常に真新しいテナントビルとなっております。さあ、青になりました。行ってみましょう。これあちらに行くにはどうやって行ったらいいのでしょうか。工事中ということもあって若干迷っている中でございます。こうでいいのかな。いいですね。工事中の広島駅は非常に貴重な光景となっております。あ、こちらから抜けられますね。バス乗り場があって、先ほどご紹介いたしましたALLという建物ですね。これは百貨店の服屋の、商業施設ブランドでしょうか。服屋とありますね。佐賀玉屋みたいなもんですかね、多分おそらく三越とか伊勢丹とかそういったところでしょう。広島、地場のおそらく百貨店であると思います。この青いですね色付きガラスがなんとも都会的でいいですね。百貨店を感じさせないような、洗練された建物だと思います。あれ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 、こちらに解体中の建物が見えますね。なんかワクワクしてきました。ちょっとこれも後で行ってみましょうかね。多分もしかしたら建築中看板出てるかと思います。出てなくても多分事業主は分かると思うんでちょっと行ってみましょうかね。そして先ほどご紹介いたしました、ちょっと見切れてますけど JP 広島ビルですね。こちらに関しては、竣工したのが昨年ですかね。もしかしたら今年かもしれないです。昨年から、今年に竣工した非常にも真新しいテナントビルでございます。21階建て、高さは100メーターということでいいですね。100メーター級が駅前にいっぱいある広島駅前でございます。
非常に羨ましいですね、超高層があると。おー、今工事車両が出てますね。工事車両が出てます。危ないですね。これは渡っちゃっていいのかな。ちょうどゲートが開いたので、広島駅ビル新築工事の現場を撮っていきたいと思います。すいません、ちょっと話がそれちゃいましたが、今こんな感じで、鉄骨が、積み上げられております。そして、2つのタワーマンションと LL ですね。そして、まあ、接種はですね、JR 西日本だと思うんですけども、設計管理が大林、厚生、共同事業企業体ですね。施工に関しても大林厚生共同企業体、いわゆる JV となっております。大林はですね、言わずと知れた、スーパーゼネコンの、5社のうちの1社ですね。厚生建設という、まあ、建設会社があるんですけども、こちらは広島に、本社を置く JR 西日本の持ち分法適用会社、確か 20% ほど JR 西日本が持ってました、の建設会社ですね。なんで、まあそういったところで、JR 西日本が接種のですね、このビルの建設ということで、厚生が JV に加わっております。すいません、話がそれちゃいましたが、こちらが、JP 広島ビルでございます。さあ上に行ってみましょうかね。ドーンという感じで、非常に大きな大きなビルでございます。延べ床面積に関しても中四国一の面積を誇る大型ビルでございます。非常に大きいですね。しかもデザインがかっこいい。この縦の白いラインがいいですよね。洗練されております。洗練されておる中でもやっぱり重厚感を感じさせるビルですね。そして、1、2、3、4階付近はですね、壁面を緑化してますね。これからこの緑が生い茂っていく感じになると思います。壁面緑化もいいですよね。低層階は壁面緑化、これは本当にマストだと思います。やっぱり都市にですね、緑があるのはもうありがたいことですもんね。こういった緑はこれからもですね、あった方がいいです。壁面緑化であったりですね、こういった感じで1階にですね、たくさん植栽を設けることは大賛成でございます。ということで、もう一度広島駅前を見渡していきたいと思います。広島駅南口、こんな感じになっております。タワーマンションがドーンとあって、そしてこっちもタワーマンションがあって、あ、すいません、こちらは福屋ですね。で、今 JR 広島駅ビルが建設中でございます。すごい大掛かりの工事が行われております。相当多分洗練しますね、この駅ビルができることによって。だって路面電車がどてっぱらに突っ込むわけですよ。しかも高架の路面電車ですよ。めちゃくちゃ都市機能拡充されますよね。かっこいい。その一言で済まされないレベルでかっこいいです。そして先ほどご紹介した広島テレビでございますね。広島テレビでございます。ということで、最後にですね、先ほど気になった解体工事中の現場に少し行ってみて、動画の方を終了させていただきます。ちょっと行ってみましょう。こちらに関してはどう行ったらいいのかな。一応この横断歩道を渡っていきましょうかね。
広島は比較的ですね、チップフルのビルが多いので、もしかしたらですね、こういったですね、ほとんど居酒屋さんが入ってるお店なんですけども、お店というか建物なんですけども、こちらに関してもゆくゆくは建て替えされるのかなっていう感じがしますね。建て替えてほしいですね、うん、まあまあ古き良き広島といえばこんな感じの建物なんでしょうけども、再開発好きの僕としては建て替えていただきたい建物でございます。さあさあさあ、まだ乗りませんね。さあ青になりました、行ってみましょう。ここからもついに広島駅前の全景を撮影していきます。JP 広島ビルの側面でございます。青塗りました、行ってみましょう。ちょっと気になりましたよね、先ほどの解体工事現場は何が建つんだろう。まあ解体されるということは何か多分建設されますもんね。非常に興味深い案件でございます。まあこの工事中の広島駅ビルを眺めながら行ってみましょうかね。すごい大きいですね。なんか少し博多駅に見えてきました。気のせいでしょうか。確かこっち側でしたよね、おそらく。あ、ありました、あそこですね。これどう言って言ったらいいんですかね。ちょっとどう言って言ったらいいのかな。一応あそこに横断歩道あるんですかね。横断歩道がなさそうですね。あれこれ迷っちゃいましたよこれ。あ、一応横断歩道ありますね。横断歩道があって一応地下道がありますね。ちょうどあの地下道を抜けたらおそらくあそこのビルあたりに出ると思います。この横断歩道に信号はありません。行ってみましょう。多分この地下道を通っていかないと多分行けないですもんね。行けないですね、行けないです。あっちに果たして出ることはできるのでしょうか。広島は残念ながら地下道はありますが地下鉄がない都市となっております。これ果たして本当に行けますかね。
果たしてですね、道向かいに行くためのですね、入り口が整備されているのか不明でございます。まあ、あっち側でしたよね、確か。あっち側の出入り口があればいいんでしょうけど、ないことはないですよね。地下街はこんな感じですね。天井はこんな感じになっております。白を基調とした天井ですね。アーチ型の白を基調とした天井ですね。面白いデザインじゃないですか、これ。非常に。お、多分こっから出れると思います。あ、足にエスカレーターがありましたね。おそらくこっから出れるんじゃないかなと思うんですけども、果たして中川が本当にあちらに向かえるのかは、もうすぐ分かりますね。出れるかな。変なとこに着きそうでちょっと怖いですね。まだ分かりません、まだ分かりません。どうでしょう。種と苗。あー、残念、残念でございます。残念ではないな、残念ではないです。あそこの橋を渡れば、到着することができます。へえ、こんな感じになってるんですね。広島モニュメントが掲げられておりますね。そして2023年 G7 広島サミットもう終わりましたけどね、名残が残っております。あちらの橋を渡る感じですね。地下道はこんな感じであちらには続いておりませんでした。なんともいい光景がありますね。路面電車が橋を渡っております。すごいですね。なんかめちゃくちゃこの光景新鮮ですね。路面電車が橋を渡ってますよ。路面電車がですよ。福岡県民にとってみればですね、すごく新鮮な光景でございます。まだ話がそれちゃいました。こちらの建物ですね、防音壁が張られている解体工事中の建物でございます。さあ、だんだんと近づいてまいりました。果たしてこの解体工事現場の正体は何だったんでしょうか。広島都心の一等地、しかも角地。さあ、信号がまもなく青に変わります。入ってみましょう。桑原とローマ字が見えますね。桑原とは何の会社でしょうか。建設会社でしょうか、それとも世襲様になられますでしょうか。少し
なんかちょっと臭いですね。解体工事中は非常に臭いです。スースの匂いがしますよね。あー、これもしかしてですね、何が立つか分かりませんね。これホテルセンチュリー21解体工事とありますけども、発注元はどこだ。発注元がですね、発注者、サムティ株式会社でございます。サムティ株式会社はおそらく分譲賃貸のデベロッパーですね。なんとかなんとかのサムティってやつでしょう、おそらく。 あれは違うか。ただサムティを聞いたことあります。デベロッパーですね。デベロッパーでございます。中小デベロッパーですね。残念ながらですね、どういうものが建つかというですね、建築看板がですね、掲載されてないということで非常に残念だったんですけど、まあサムティさん、今ここに超高層ビル ないしはですね、マンションを建築するということで、まあ、この跡地を買ったんでしょうね。広島の発展のためにもですね、非常に期待したいと思います。ということで、今回は広島県広島市南区 JR 広島駅周辺をお散歩しながら実況解説いたしました。この動画いかがだったでしょうか。これから中川隆一郎頑張ってまいりますので、ぜひチャンネル登録、コメント欄へのコメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。中川隆一郎でした。バイバイ。